一連寺は、山梨県甲府市大田町に所在する寺院。自習系寺院で、3号は、稲久山。一条道場。山梨県、甲府盆地の中央部に位置する。甲府市街地南部に位置し、中心市街地から南に至る雪通り沿いにに所在する。現在地は、甲府市大田町であるが、旧地は、現在の甲府城石所在する甲府市中央2丁目に、 あたり、一条小山と呼ばれる、独立丘陵上に立地していた。一条小山は、あた山と一体の丘陵であったが、荒川、相川など河川による侵食で、独立丘陵化した地形であると考えられている。現在の甲府市中心市街地からは、古墳時代の縄文時代から、古墳時代の遺物も見られるものの、洪水被害を受けやすい、盆地底部にあたり、 定住は遅れていたと考えられている。平安時代後期には、日立国から源の乗り木を、清光子孫が、盆地各地に土着しがい、源氏の勢力として広まり、盆地中央から、北西部は、甲斐、源氏の僧侶である、武田信義とその子孫である一条、忠頼や板垣金信、武田雄義らが土着した。あず鏡によれば新紀ら会源氏の一族は自称。 呪影の乱において活躍し、源の頼朝の鎌倉幕府創設に参画するが、やがて頼朝の粛清を受け推理する。斐源氏の一族は、源氏しがみである、八万信仰をはじめ仏教を信仰し、鎌倉期には、自衆や日蓮宗禅宗など新仏教にも帰営しており、山梨県内には、岩城寺や大正寺、宝光寺や宝泉寺など、 海源寺一族に関係する諸寺院や諸仏が分布している。一連寺の前身は一条、忠頼の館で、忠頼は、源の頼朝より暴殺されたと言われ、一連寺は、忠頼夫人が菩提を弔うために建立された、天寺であったという。鎌倉時代に一辺が創始した自習は、他山さのりにより海の国においても強化され、 他の開国途上に一連寺をはじめね願い寺、西念寺、長泉寺などの地域的拠点寺院が成立する。武田信義の子で、改修後の信仰子孫の一条時信は、実習二世の他正則に帰依し、時信帝の宗信は、正則の弟子となり、昭和元年に、実習道場に改修され一連寺が創建されたという。鎌倉、室町記には、 一連寺を中心とする門前町が形成された、自衆の僧は戦場における死者のエコーや軍師、死体処理など人造としての役割を果たし、太平記によれば南北長期の官能の上乱においては、自衆に帰依していたとされる、河茂露冬が、スタク城において、上杉の利明と戦った際には、一連寺の人造が随行していたという。戦国には守護武田氏による、 国内統一が進み、武田信虎記の栄章を16年8月には、川田間から甲府に守護所が移転され、筒子ヶ崎間を本拠とする、城下町が形成された。一連寺が所在する一条小山は、武田城下町の南端にあたり、武田氏は大栄4年6月16日に、城下町周辺の洋貝山城や、湯村山城と共に一条小山にも不中防備のための、 取り出が築かれ、一連寺は一条小山の山麓に移転された。武田市による城下町整備により、一連寺や城下東部の海吉光寺の門前町は、武田城下町に内包された。春の武器には、一連寺において、京都から下校した公家を招いての和歌会も行われている。近世には、武田市の滅亡後、 会を統治した徳川氏や豊臣系大名により一条小山に甲府城が築城され、一連寺は現在の甲府市大田町に移転する。甲府城後の発掘調査においては、墓石や石臼など寺院に関係すると見られる遺物も出土している。近世、江戸時代には甲府城を中心とした新府中が形成され、甲府城島には三の堀で威嚇された超人地が、 形成された。下府中南には、一連寺や、光沢寺、日蓮州寺院の新立寺などの寺院が立ち並ぶ、寺内町で、近接する緑町には、江戸後期には、芝居小屋である亀屋座が設置され、甲府城下の終焉部に位置しており、火影7年に刊行された甲府城下の、商工名館である、甲府会物読案内冒頭に掲載されている。 甲府繁盛の図においては円形に一連寺の本堂が描かれている。近世には本山である清上皇寺の末寺として、会における拠点寺院となり、末寺二十、達中二十を抱えていた。近世には一連寺住職が入院する際には、住吉明神の官主が案内を務めるこれがあったという。文化年間には本堂が消失する。 現在の一連寺に隣接する、雪公園は1874年に休憩大地が山梨県に移管されて整備された公園で、園内には一連寺の拙者である、正木稲荷神社などが存在し、動物園も開園した。1877年11月に一連寺において山梨県会が開催され、県令の藤村志郎や特徴らの議員が集い、 本堂において議事が行われた。1945年7月6日から7月7日には、幸福集により、幸福市街は消失し、本堂もこの時に消失して、戦後に再建されている。一連寺加古町や、釈迦如来十八羅肝臓などの寺宝、はじめ一連寺文書などを所蔵している。1981年に、幸福市伊勢において死因である。 廃発船員跡地から、南北町から、近世期の五輪島七十基、宝京陰島六島などの石造物が出土し、現在は、一蓮寺系台に移転されている。聖の木祭りで売られる、苗木一蓮寺の南には、稲積神社が所在し、本来は、一蓮寺や初船員と共に一条小山に所在し、一蓮寺の移転に伴い現在地にせんった、センタ稲積神社は、 会、現時の氏神として信仰されており、1868年の神仏分離に伴い正木稲荷明神として独立した。毎年5月には、霊体祭である聖の木祭りが開催されている。江戸後期に、浮世絵師の歌川国吉が、正木稲荷を背景に大判三枚続きの、公衆一連寺地内正木稲荷の略図を描いている。 山梨県内に所在する伝本では、公衆文庫本ほか2点の個人所蔵本があり、昭和戦前期には、野口次郎、戦後には、上野聖郎、石川広志らが紹介している。個人所蔵本の一種では、署名は、一遊斎国吉、出版は、地本ドニアの泉屋、市兵衛、村松、吉村の会員があり、発行時期は高貨4年から替え5年の間に、 推定されている。国吉は、同年に開国を訪れているとも考えられている。三図それぞれに一人ずつの女性が描かれており、中央の女性は派手な振袖姿。サズの女性は、木工門の着物姿で右を向け、右手を胸に当て、左手に手拭いを持っている。手拭いには、村田と記され、甲府買い物読案内によれば、甲府城下には、出版賞の村、 田や幸太郎ほかタバコしの村田屋が存在しており、関連が指摘される。なお、校歌4年から嘉永5年の間に出版された、甲府城下の名所、海吉満寺を描いた浮世絵に3代、歌川報告、甲州全後時系大の図発馬があり、こちらにも、村田氏の文字が見られる。報告は村、田や幸太郎と交流があり、安政以前に、甲府を訪れたという。 背景には、登り屋、日の宮蔵が立つ街並みが描かれ、左側には、亀屋座と思われる芝居小屋が、右側には、緑町と柳町の境に流れる濁川を、架橋する、緑橋が描かれている。その背後に関節した、富士山が描かれている。画面左には、和歌が記され、画面右に描かれた橋の髪型には、緑橋と記されている。渦の女性は、 縦縞の着物姿で左向き、左手にタバコ入れ、右手にキセルを持っている。その背景には赤い鳥居が連なった光景が描かれており、まさき稲荷であると見られている。中央図の女性は花柄の振袖姿で、左を向き左手で右を指している。背景には一連樹形台が描かれており、左側には和歌が記されている。中央図の和歌は、 公衆文庫本、個人書像の二種で同様であるが、佐津の若の実が、公衆文庫本と個人書、像本一種で異なっている。中央図の若は三種とも、正木能量みなきのてるひもすのしとき知らぬ、富士の影浮く、八須麦の池、吉岡社。みなずきは、現在の六月頃に相当し、とき知らぬ富士は、富士に、 季節外れの雪が積もっていることを意味し、伊勢物語の和歌、時知らぬ山は、富士の峰いつとてかかのこまだらに雪は降るらむの、文句取り。蓮は、一蓮寺の池を暗示していることが指摘される。恨みさむ話では、一蓮寺の旧地である、甲府城の堀に、富士が映ったとする伝承を記している。さずの和歌は、公衆文庫本では、 芝居の円形狂言の太鼓の音もするがはの宮倉といつれ、貢献神めぐるや、個人書、造本一種では、大宮の中来た飯もするはしやなぎと、町はつつきて、神の矢と異なる内容を記しているが、作者の神の矢と、駿河氏の語句が読まれている点が共通する。作者の神の矢については不詳。幸不城化における、駿河橋は、 店舗10年、駿河橋をかかり替え修復手当て積み帳預かり格に所見があるが、位置など詳細は不明。3種の図のうち、公衆文庫本と個人書、造本一種では、サ図の女性の着物の縞模様が、公衆文庫本では粗雑であることが指摘されるが、一方で、個人書、造本一種では、会員、商標の枠が欠損している。図像、 和歌の内容の比較から二種の前後関係は不明。釈迦三尊十八羅漢像三幅の内中幅、柳沢義康像1994年に、本堂の一角に、宝物館、有古館が開設された。事前申し込みにより見学が可能。ありがとうございます。